このチェルノブイリ事故以降もずっと一貫してこの事故を検証してこられた、木村晋三先生、まあ、この度の福島事故でも皆さんはあのテレビ等々でご存知の方ですが、もう直後から福島に入られて測定を含めて今日に至るまで二本松に拠点を構えてやってくださっています。まあ、現場に最も近く、また歴史もご存知の方として、今日の基調講演を木村晋三先生から約20分ほど、短くて申し訳ありません、よろしくお願いいたします。今日はくしくもチェルノブイリの32年目にあたる4月26日です。で、私は5日ほど前まで、ウクライナにおりまして、ウクライナで、今回のテーマについてもう調査を改めてしてまいりました。で、どういったようなチェルノブイリ法によって、人々、その被災者が救われてきたかというようなことや、現実問題何が起きているのかというようなことを少し、皆さんに、これを含めてお話しさせていただきたいと思います。これは今から32年前の4月26日1時23分49秒に、原子力史上最大の事故があったということです。で、チェルノブイリ原発事故が発生。で、チェルノブイリ原発事故というのは100万キロワット級の、原子炉が爆発炎上して大量の放射線が撒き散らされて、広大な土地が放射能で汚染されて、周りの人々が避難し、多くの人々が爆発、被爆し、原子力開発史上、最悪の事態となったのがこの、チェルノブイリ原発のざっとしたお話です。で、実際日本とチェルノブイリの距離はというと、大体8900キロ、約9000キロぐらいの距離があります。で、実際にチェルノブイリ原発があるのはこのウクライナという国でございます。で、今回のお話はチェルノブイリ法といって、これは旧ソビエト連邦時代に作られた、法律を、ウクライナ側版、とベラルーシ版に、焼き直されて解釈されているものなので、ウクライナとベラルーシ両国についてちょっと調べてまいりました。ベラルーシというのはウクライナの上です、ございます。で、ウクライナの上で、国土は日本の半分、ウクライナは、クリミア半島を含めて、面積でいうと日本の 国土の 1.6 倍という広大な土地を有する国でございます。まあ、こうしたようなところで、これ、爆発炎上したものが、実はこれ皆さん、これ今中哲司先生がお作りになられたやつを、拝借してるんですが、実際風の流れというのはもう本当にいろんなところ四方八方飛んでいったんです。で、ドーンと爆発した時に飛んでいったのが、実はベラルーシのゴメリ州の州都ゴメリというところを直撃したということで、こちらが一番高濃度汚染地域、実際キエフはこちらにあるんですが、100キロ圏大体この辺になるんでしょうが、キエフは、実はそれほどの汚染がなくて、ウクライナの西部が高濃度汚染地域として残っているんですが、被爆者の非常に大きかったのがベラルーシであるということで、まあ、両国を見ていかないと意味がないということです。で、事故当時の放射能放出量というのは日によって違うというけども、初日に大半が降ったということが分かっております。で、続いて、これは、ベラルーシ共和国内における放射性要素の汚染地図でございます。こういったものがベラルーシには存在します。で、チェルノブイリ原発があるところが最も高くて、このように濃淡が出てきて、ほとんど影響が出てないというところが、このブレスト州の州都であるブレスト市周辺とビチェフスク州というところが、汚染がされてないような形として、よく比較対象実験をされているんですが、実際にはこのブレスト州は今現在最も甲状腺がんが多発している地域でございます。これは、万発性の影響が出ているということを今我々は、調査段階で、地元と協力しながらやっているんですが、分かってきたことでございます。
で、インタビューの回答としてはウクライナでは内部被災者研究所のビクトル・シパーク先生で、あとは独協医科大学の竹内隆明特任教授、これは元 NPO 法人のチェルノブイリ救援チューブというところの現地特派員を18年半されたということで、ウクライナに非常に精通した方で、この方、と今私は一緒に、同じ大学で仕事をしているんですが、聞き取り調査を行いました。またベラルーシ側は本来、ラリーサ・ダニロバ先生、ベラルーシ国立卒業教育、医学アカデミーというところの内分泌内科の、向こうの学会の会長さんなんですが、こちら回答待ちで結局来なかったので今、聞いたのが山田秀夫先生、ロシア語医療通訳で、ソ連邦時代に、向こうの医師免許を取得されたという方で、これまでもう数えきれないぐらい、ロシア、ウクライナ、ベラルーシを行かれて医療通訳と実際に、聞き取りをされているという方から来ました。で、一つは、甲状腺疾患の疑いがある人についてどのような調査を、しているか。皆さんお手持ちの資料の中ですが、この青字の部分というのは実は、ブラッシュアップをしている中で、あ、しまった、ここ書き足りなかったというところを青字で示しております。すいません、申し訳ございません、書き足してください。で、ウクライナの場合は、いずれかに属するものを判断するための検査を行っていると。甲状腺の機能異常、構造、病変、自己免疫性の甲状腺炎の判別、または甲状腺の機能異常および自己免疫疾患の甲状腺炎といったようなものを、それぞれをどこのカテゴリーに属するかということを調べているということになっております。続いて、あと、この甲状腺疾患の治療に関しては、アメリカの甲状腺協会の勧告に基づいた、認定されたプロトコルが存在しており、それに基づいてやっているというのがウクライナでございます。ベラルーシの場合は、検診内容は超音波、検査をして、日本と同じように異常があれば、甲状腺ホルモンの検査をして、で、さらに異常が感じられれば腺腫生検といって、針を刺して、患部から、細胞を抜き取ってがん細胞のあるかないかということを調べていると。で、ウクライナと同じ甲状腺疾患の治療に関してはアメリカと、あと日本の基準をで、から決定していると。で、これは長崎大学の、山下俊一先生が非常にご尽力をされたということで、向こうではベラルーシでは山下先生がの指導のもとに動かれているお弟子さんがたくさんございます。で、いらっしゃって、そういうことでこうなっているというふうに聞いております。で、備考としては、今現在、ベラルーシのすごいところは、移動検診体制が構築されています。特に、ゴメリ州や、モギリョフ州、ブレスト州という、高濃度の汚染地域というか、この甲状腺がんの患者さんが多発している地域では、特にその検診体制が充実していると。で、検診率を上げている理由は、定期的な学校巡回検診を行っている。で、最も、効果があったのは2004年にルカシェンコ大統領による大統領によって、令によって地域医療の底上げによる検診の充実化が行われた結果、きっちりとした、受診率 98% にも上る、結果が得られており、今もきちんとした検査体制が続いているということです。2番目に、甲状腺の悪性新生物が発見された場合、どのような、物質的社会的サポートが行われるかというところなんですが、ウクライナの場合は保険に加入している場合は、支持可能と、実際に、で、さらに、論理的には、理論的には治療に際して一定の医薬品は国によって、無料提供されるが、実際にはこの問題は未解決であるというふうに書いてあります。これどういう意味かというと、備考欄に書いてありますが、これは保険制度はないんですね。国民健康保険制度がありません。保険に入っていればそれは保障されるが、ほとんどの人たちは高いお金を払ってまで、保険に入るようなシステムはウクライナにはありません。したがってほとんど保障がされてないと。で、これがチェルノブイリ法の実態でございます。で、被災者に提供される医薬品リストというのがあるが、特定薬局に、割り振られた予算が使い漏れば自費となります。
これは、保証総額、ここの青部分が書き足したところなんですが、被災者登録数で割ると一人当たりにする割り振られる医療費はこれ本当に十数円しかありません。これが実態です。で、悪性新生物が発見されれば患者はがん登録局の地元の支局に登録されて障害者の登記を申請可能であると。許可されれば理論的には一定の社会保障を得られる。割り振られた社会保障費が使い終わればそれ以上受給なし。これも非常に厳しいです。さてどんなものがあるかというと、現実的には20年続いたアメリカの資金提供による甲状腺検査プログラムが昨年終了しました。で、エコー検査、異常があればホルモン検査と腺腫生検を行う。チェルノブイリ法では被災者の人々に対して、被災者登録されている人々は2年に1回の検査を受ける権利を有しています。しかし強制力を有するものではないため、たとえ検査を受けようと思って病院に行ってもある検査は何曜日に、ある検査は何曜日にということで科が異なっており、長時間待たされることは多々あって、対象者は知っているためにこの受診というのはをきちんと受ける人はほとんどいない、というか少ないというふうに言ってました。で、ゼムリャキ、これ同胞人の意味なんですが、プリピアチ市民、これ原発のあったプリピアチ市というところを中心とするチェルノブイリ被災者互助団体のお話によると、被災者の受け取れる特典は公共交通機関の利用が無料、公共料金が半額などであり、医療費は実際のところ有料であるということは、実際チェルノブイリ法というのは法はあっても機能はしてないというのがこれは真実でございます。で、ベラルーシの場合はチェルノブイリ法は2006年で終わり、悪性腫瘍の手術をして障害者になった人に対しては生涯にわたる保障が得られる。具体的にはアパートの受給や光熱費や交通機関が無料になるというようなことが、ベラルーシでは行われています。で、備考としては甲状腺がんの多発が起きた場合は甲状腺のみならず、副甲状腺までも摘出していたというのが当時の手術です。で、副甲状腺ホルモンが、放出されなくなると、カルシウム濃度をこれ支配しているので、カルシウム濃度が調節できない、制御できなくなって痙攣等が起こってしまう、新傷者になってしまうと。それが、障害の段階ということで保障の対象者になるということです。で、現在は、術前の検査、術中の検査、術後の検査を充実化することによって後遺症の低減化が行われて、この、障害者の、比率というのは非常に少なくなっているということを伺っております。3番目は甲状腺がんが発見された、そして治療を受ける場合、患者はどのようにして、疫学検査調査システムに組み込まれるのかという、ところなんですが、ウクライナの場合は悪性新生物の診断が下されると、先ほど言ったようにがん登録がされると。で、さらに、これらの指数は全て、地域における病原の罹患率や伝播率の評価に使用されるというようなことが言われており、また他のタイプ、疫学的の他のタイプ、エコロジー調査や症例対象研究などにも使用されて、それで比較調査をされているということです。ベラルーシの場合は1から5までですが、まず地区中央病院、地区病院というのが一番最小単位なんですが、診療所を除き、病院があるのは地区中央病院がありますので、そこで、検診員が出向いてエコー検査を行い、異常が見つかれば州立病院にて、ホルモン検査、さらには、悪性の疑いがあれば腺腫生検が行われる。で、悪性新生物が見つかればミンスク悪性腫瘍病院で外科的手術を行い、ミンスク悪性腫瘍研究所において標本組織、検査、がん登録などが行われると。で、共和国立卒業教育アカデミー、これは実は、ベラルーシは内分泌代謝研究所というものがないので、こういったところが管理をしているんですが、ここで内分泌内科で、検診についてのに反映させられるということで、こういったシステムがなされられているというのがベラルーシでございます。で、日本における甲状腺検査の問題点として、ここは一番言いたいというところで、まず、この2回目以降、対象者の足切りが起きている。で、これどういうことかというと、ベラルーシにしてもウクライナにしても甲状腺検査をやっている場合は、事故以降に生まれた、これは平成24年4月2日以降に生まれた、福島県民に対しても実際には
これは、放射線検診をしなければならない。なぜならば、それは今後生まれてきた子どもたちに影響があるか否かということを議論してない。で、ベラルーシはきちんとそれをやってます。ずっと調べております。で、事故後影響を調べるための、検査が、継続されております。こういったことっていうのをやってないということは、事故以降の子どもに対する不安の払拭にはならない。もし仮に原発事故がなければ、いくらお金がかかっても、これ事故を起こしたのは、東京電力さんと国の責任があります。そういったような問題では、ここをやるべきである。さらには二次検査の過程でってこれは、崎山先生がお見つけになられた問題なんですが、この検査対象から実際保険適用になるから、甲状腺がん、の要検査を必要とする人は、それが除かれてしまって、県民健康調査の中のがん発生率の中に組み込まれてないということになっていて、最近がん検診で対応ができるようになったというけれども、果たしてこれ本当にフォローアップができるかどうかっていうのはやってみないと分かりません。だからそういった意味でもやはりここの部分というのは明確化して、一体どのくらいの方々がそうなってがんになっているのかということを、公開していただきたいというのが、環境省さんへの要望でございます。で、成人に達した対象者というのは、実際20歳を過ぎたら2年ごとで、25歳、30歳と5年ごとの節目の検査になってしまうということも、これも、実際のデータを取っていくためであれば、本当にあるかないかを見ていくためであったら、各都市やっぱり2年に1回のこの検査を続けていかねばならないのに、これを25歳、30歳で切ることっていうのは問題じゃないか。さらには4回目以降、これから5月1日から4回目以降 が入ってきますが、この市町村の枠組みをなくす、これ設計を変えてしまうっていうことが最悪なんです。疫学的な調査をするために、その疫学に対してそのコロ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 変えてしまうような調査は何の意味もなさない。そういったことが解析できなくなってしまうということを環境省さん適切に、言ってください。じゃないとこれはおかしい。で、チェルノブイリ法の利点としては、これ悪いところばかりではございません。これ、安倍先生がこの国会、NHO 準備会というのを作られたというのは、それぞれの委員会があってそれぞれ議論をされるけど、ここは、集まってやってない。その通りでございまして、実際チェルノブイリ法では事故処理作業者も、被災者もこの、障害の家庭も居住する地域の汚染土、それも全て踏み込まれてこのチェルノブイリ法で対処しているということで、一つのチェルノブイリの事故というものの枠組みが全部見渡せるようになっている。これが一番大切なんです。しかし日本では事故処理作業者は厚労省のこの、労災とか、あと子ども被災者支援法といったような、まあ、細分化したもので、それぞれが対応されているということであって、全体像がつかめないということが最大の問題だということです。で、最後に意見としては、これは保障として日本の被爆援護法というのが、これが一番お手本になるんではないかということを、これは山田秀夫先生、この方は広島の被爆2世で、お母様も、お母様が、被爆をされて、お兄様を、原爆で亡くされております。で、そういった先生が、わしの名前言うてええけ、とにかくこれを声を大にして言うてくれさいと言われたんで、お伝えしておきますが、医療特別手当というものがあったり、健康管理手当、これはチェルノブイリ行ったら、子飼いのものはどういうことかっていうふうに、聞かれて、ああ、これはそれぞれ、年に2回のがん、検診を受けることもできるし、あとは希望すればあと2回も追加できると、こういうことによって、被爆者手帳をもらっている人たちは、助けてもろとるんじゃということを言ったら、はあ、疎開のもんがあるんかいと、チェルノブイリの被災者が驚いたと、まあ、向こうの人たちも驚いているというような、こういうことをやっている。で、保険手当っていうものがきちんと、これ最低額でもこういうことをいただいている。まあ、今、80歳以上になっている方々を、被爆者をここまで、しかも介護まで見ているというような、さまざまな法律を見ても、死ぬまで保障をしているというのは、これは日本の被爆者援護法しかありません。チェルノブイリ法は20年で終わってしまいます。
で、こういったものは実はこの被爆者は10年間は何の補助もされてなかった。これら多くの重症患者の犠牲のもとに成り立っているこの法律はそういう人々のおかげでこれができているんだということを言ってほしいということで最後に付け加えさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。はい、時間もぴったりで問題提起というか総論というか大枠をお話をいただきました。で、今日は実は白石はじめさん岩波書店の雑誌の科学という中にこの甲状腺検診の問題点をいくつかご指摘である白石さんにお願いをしておりましたところ、ご家族のご不幸でご出席がかなわないということで、科学の編集長の田中太郎さんから、コメントという形でお話をいただきたいと思います。岩波書店雑誌科学の田中です。白石さんは科学でこの問題について発表してくださってきたので、それで私が白石さんの資料を代読するということになりました。白石さんは独立メディアのアワープラネット TV の代表されてまして、この問題をずっと追及されてこられています。それではスライドをお願いします。でその前にではちょっと先ほどの木村先生のお話の中で日本の検査の問題点の中で経過観察、二次検査で経過観察になった人からですね、そこで保険診療という枠組みに移行するので、全体の数がわからないというご指摘があって、そういう問題というのは私もこれから出ましたね。では、はい、ということで、では次のスライドお願いします。まず前提としてお伝えしておきたいことは小児甲状腺がん患者の実情です。治療しなくても良いものを手術しているのだとする過剰診断論が聞かれますが、そもそも実態が福島県の検討委員会でも報告されておりません。実態を把握理解しないまま過剰診断云々の議論ができるはずがありません。白石氏をはじめとする取材活動や民間基金が患者さんから教えてもらった情報により、一度手術を受けた後に再びがんが見つかり再手術を受けた再発例や甲状腺から肺へ遠隔転移した重症例が複数あることが分かっています。それから次にですね、先ほどの木村先生のご指摘にあったように驚くべきことにですね、そもそも患者の全数が報告されていないという問題があります。このことも、取材活動を通じて明らかになったことです。検討委員会で報告されていない患者が少なくとも9人以上いて、で先ほどのような経過観察に移るというそういう検査診療の流れの仕組みからですね、一定規模の患者がそこに存在するということが見られるということが分かっています。現状では患者を漏れなく報告しその実情に基づいて議論するという本来あるべき姿からかけ離れています。どの市町村から何人の患者が出ているのか、症状はどうなのか、きちんと明らかにされないと議論もできないはずです。また、検査通知が未達で帰ってきている人が2万人以上にも及んでいます。次のスライドお願いします。で、ここで示されているような症例報告というのは検討委員会では出されておりません。これは福島県立医大の治療責任者、鈴木伸一教授が、学会や国際会議で発表したものでして、それだけが知られているのみです。学会や国際会議での発表も最近では撮影録音が禁じられていまして、このスライドにある2016年3月末という2年前のデータが公開されているのにとどまります。繰り返しになりますけれども、このデータに含まれていない症例もあります。そして検討委員会に正式にこうした情報が報告されたことはありません。甲状腺というのは喉仏の下あたりに蝶々が羽を広げたような形をしている臓器です。片方の羽にあたる部分の大きさが大人で縦4センチ、横 1.5 センチ程度で、子供では当然それよりも小さいわけです。県民健康調査では5ミリ以上の塊が見られる場合に次の検査に進む仕組みになっていまして、小さな異常に対して手術しているわけではありません。ここに示されている内訳においても 65% に1センチ以上のがんがあり、77% にリンパ節転移が見られたという状況になっています。次のスライドお願いします。全症例の把握というのはそんなに難しいことなんでしょうか。実は福島県立医大には
医大で手術を受けた全患者のデータベースが存在することが白石さんの調査で分かりました。ここには医大で手術を受けたけれども検討委員会には報告されていないという患者のデータも含まれているはずです。またデータベースが作られているだけではなくて、患者のがん細胞を冷凍保存する組織バンクも構築されていることが分かりました。次にお話しするように、この検査は科学研究としての研究計画に基づいて行われています。研究という立て付けで良いのかという問題提起が今回のコメントの後半部のポイントになります。で、こういう状況が検査に関係している一連の研究計画書から実態が分かったということです。それでちょっとここでコメントをつけておきますと、先ほど経過観察によって保険診療に移ると別枠になってカウントされていないという話がありましたけれども、これのに対する説明として、お金をがどこがお金を出すのかという問題があるということが言われることがありますが、それは住民の方から見ればですね、そういう問題はむしろ邪魔というか困るわけですので、住民の側に立ったものになっていないということであるというふうに思います。で、で今次のスライドに行っていますけれども、で県民健康調査は法律に基づいて福島県に基金が作られ、医大に委託されて行われています。その検査が実は一科学研究の形で行われています。研究計画をチェックするのは医大の学内倫理審査委員会のみです。二次検査以降は一般診療と位置づけられていて、データの把握や DNA 解析などの研究は別の研究として実施されていて、そのデータは実施研究者の中にとどまっています。患者、県民、外部から見えない状況になっているんです。また症例の具体は先ほど言いましたけれども、検討委員会では報告されていなくて、医大内に設置された甲状腺専門委員会診断基準検討部会というところで共有されていて、この部会が実質的に検討しています。診断基準検討部会は全国の代表的な専門医を委員として集めていると見られます。で、推測であるのは情報公開請求をしても黒塗りで出てくるからです。また検査が研究として立て付けられていることによる本来求められている姿とのねじれはお金の支出の面にも見られます。で、検査事業の支出を見ますと、受診者数は減っているのに支出は増加傾向にあり、内訳を見ると人件費と検査費用が増えています。人件費の上昇については一般職員の数にはおおむね変化がないため、各講座所属の医師への給与への割り当てが増えていることが分かりました。これは検査に直接関わらないとみられる医師の給与や元理事長の報酬にも充てられています。報酬を受けた方は検査への貢献が問われることになります。検査費用の上昇について目を引くのは、直接には検査と関係のない3億円もするような生体資料保存システムを導入するなど、高額の研究機器の購入が目を引いています。で、このように研究という形で行われているわけで、そのことによってそのお金がどこが出すのかということがシームレスになっていないために、全数把握がうんうんというような問題も生じているという副作用もあるというふうにも見ることができます。それでですね、研究の倫理指針の議論に詳しい田代志望さんに話を聞きました。田代さんは、甲状腺検査は住民に対する検査機会の提供という医療サービスと考えるのが自然だ、全数把握のためには法的基盤を整備することも視野に入れる必要があったのではないか、被災地研究であるという特殊性も考慮する必要がある、住民が健康検査に臨むものは、健康調査に臨むものは何か、対象者の声をどのように盛り込むか、研究計画の段階から考慮する必要がある、当事者から意見をもらうことは大原則という専門家としての見立てを聞きました。次のスライドお願いします。実はこういった現状とは異なる検査の枠組みが、事故後当時野党であった自民党公明党の議員の皆さんによって法案としてまとめられていました。法案の特徴について参議院法制局がまとめた表が次のスライド最後になります。すでにその時点でですね、本日指摘したような問題点というのは網羅されていました。検査対象者の範囲は福島県にとどまらず、国の法定受託事務としているところが重要です。で、この法案は今でも十分に考え方のベースになると思われます。以上です。
はい、ありがとうございます。今の、甲状腺検査の制度設計も含めた問題点、お二方から指摘がありましたが、崎山先生があれば、特に二次検診で医療的な健康保険のフォローに入る人たちがエアポケットのように抜けている問題のご指摘は崎山先生から前回いただきましたので、何かコメントがあればお願いします。ちょっと待ってください。検討委員会でそれを明らかにしてくれるようにという委員の方から要望がたくさん出てたんですよね。でも県立医大は、その県立医大で診療した人に限って2年間かけて明らかにするということになっていて、もしそれだったら全体像を明らかにするということには、ね、全然ならないわけですよね。で、白石さんのこの甲状腺がんデータベースがあるんでしたらね、これもうすぐに公開できるはずですし、他に回ったとしてもそれを紹介したとかそういうことがあると思いますので、実際それ明らかにしようと思えばすぐできる操作だと思うんですね。だからそこをちゃんと知っていただきたいっていうのは、これはもう必須のことだと思うんですね。はい、ありがとうございます。大抵このデータベースを出してくれというと、これは患者さんの個人情報で患者さんの同意なくしてはといつも言うので、おそらくそこで抵抗されてるんだと思いますが、何が起きたかを知るために不可欠なものだというご指摘かと受け止めます。で、引き続きまして、原子力市民委員会の方から、今日は海渡雄一さんがお越しをくださいまして、この度原子力市民委員会の方ではこの福島の健康調査のことも含めて、いろいろなご提言がまとめていただきましたのでお願いをいたします。原子力市民委員会の委員をしております弁護士の海渡と申します。脱原発弁護団の共同代表もしておりますし、崎山先生の子ども基金の副理事長などもさせていただいているんですが、そういう立場でこの健康調査の問題、甲状腺に関われたご本人やご家族の方との触れ合う機会などもあって、この問題非常に重大だなっていうふうに、ずっと思い続けてきました。で、非常に懸念する動きがあって、この健康調査はむしろ僕ら拡充してほしいという意見を僕は今日まとめてるわけですが、学校での検診をやめてしまうとかですね、そういうような流れもあったりして、大変強い危機感を、持ってこの意見書を求めさせていただきました。今日は15分も時間をいただけるということなのでちゃんと結論の部分は最後に、お話しすることにして、子ども被災者支援法の説明などはもういいと思うんですけれども、直前に田中さんの方からも言及があります。いろいろこの意見書をまとめていてですね、昔加藤先生とお話ししたことを思い出してですね、とってもいい本があったなと。子ども被災者支援法というのはプログラム法で、これの下にいっぱい実際の実施法を作るんだよと、それの第1号をこれにしようというようなことを、お話しされて、これが次にできるんだと、できたらいいなというふうに思ってた時期のことを思い出しました。で、具体的にこの法案は自民党公明党が中心になって作られたものだったん、加藤先生が中心になって作られたんでしょうかね。ちょっとその辺のお話も後で聞けたらいいと思いますけれども、非常に先進的な中身だったというふうに思います。地域についても別に福島に限ることなく、も一定の占領をの地域という形になっていましたし、実施主体は国という形になっていたということで、甲状腺がんだけではなくて、それ以外の項目についても調査をしていくということで、ぜひ今実を言うと、今回まとめている我々の意見書というのはこういう立法を今からでも遅くないから作ってほしいなというところにまず尽きるのではないかなと思います。
でやっぱ最近その福島の、住まわれてる方でむしろこの検査を縮小してほしいとかいうような方々と話していて強く感じるのはそのなぜ福島だけがこういう検査をされてるんですかとその自分たちはモルモットですかと差別されてるとそういうような言い方をされることがすごく多いと思います。でその気持ちというのは分からなくはなくて科学的に見て福島だけでやればいいものではないはずなのになぜか福島だけでやられてるということについてはやっぱり納得できないというお気持ちが出てくるのは当然でやっぱりもっと本当に広域にやるっていう形にするということがこういうあの福島だけが差別されているというような反応を生み出さないためにも必要だったのではないかなとあの今からでも遅くはないのでそういう立て付けの、 あの調査制度にしていくべきではないかと思います。で報告書の5ページに進みまして事前の予測を大幅に上回る甲状腺がんの発症が、報告されているということで今年の3月5日の段階で197名で1巡目で116、2巡目で71、3巡目で10ということで診断確定した人が161人にも及んでいるということで、その1回目で発見されていなかったものが2巡目で発見されてきているということですからこれはスクリーニング効果とかそういうことではあの説明がつかないというふうに思います。でこれに対して依然としてスクリーニング効果とか過剰診断といったことが言われるんですがあの、中間取りまとめに対する批判のその4点にわたってここでは書きましたがまず自己初期の放射性要素による被曝線量というものは正確にわからない、ここがやっぱり非常に重大なポイントではないかと思います。いや当時もっと一生懸命測ろうとすれば測れたはずなのにまあ、むしろ故意に測らなかったという面があると思いますがそれが第1点それからチェルノブイリでは5年後から多数発見されたのにそれより前からと言ってますけれども5年経ってやっぱりどんどん増えてきているという傾向がある。そして丸3がとても重要ですが事故時5歳以下の子どもからは甲状腺がんが発見されていないというふうにまあ言っていたわけですが実は発見されていたんですよね。でこのこと、この事実はあの甲状腺の子ども基金を作ったことの、まあ、最大の成果の一つではないかと思いますけれども現実にそういう方が、我が基金にその応募してくられてですね、政府がないと言ってる人がなぜ目の前に現れたんだろうとそのどういうふうになってるんだろうということで調べていったらですね、この6ページの真ん中あたりに書いておきましたが県民健康調査以外で発見された、甲状腺の例一旦その経過観察となった人たち、そういう部分はこの県民健康調査の発表から落ちていると経過観察になった後なぜデータを公表しないのかっていうのも先ほど安倍先生からの話が出ましたがまさに、個人の医療のプライバシーに属するからなんだと、経過観察になった時点から医療の問題になってですね、データを外に出さなくていいというまあ、信じがたいような説明それも この事例が見つかった説明を求めて初めてそういう、説明が出てきたということで、まあ、この点この部分のデータも出すようにということを、この例が明らかになってからずっと求め続けてきていますが、十分な情報が出てきていないと、まあ、そういう状況の中でその検査を縮小してしまうということになるとさらに正確な情報が分からなくなっていってしまうということで、この8ページに書いたことですけれども検査の縮小を重ねていくことによって結局この因果関係について科学的に議論することができなくなってしまう学校検診でやるのはその強制性が高いからやめるべきなんだという意見がありますがそういうふうにすると非常にもあの検査の対象の方がガタ減りになると思うんですね。そうするとデータとして、その継続性を持った形での議論というものができなくなるそういう危険性が非常にあるというふうに思います。それからこの9ページにも書いた点ですが福島県民の多くの方々が検査の継続や拡充を望んでいるということでとりわけてその甲状腺の、まあ、にかかった方ですね、甲状腺がんにかかった方の、意見を
は圧倒的にですね、検査の継続を望む核、拡充を望むという方が3割、継続を望むという人は9割だったということで、こういう検査をすることによって、子どもたちの心を傷つけているんだと、だから縮小すべきだというような意見は当事者の方からは出てきていないということが非常に重要な点ではないかと思います。そして、10ページに書いたことですが、この子ども基金を作ったことによって福島県以外の地域でもですね、かなりの数の甲状腺がんというものが報告されてきております。2018年の2月の段階で療養費を支給した人は114人なんですが、福島県内が84、福島県外は30ということで、相当多いということが分かっていただけると思います。でしかもこの県外の方々 の、症状がかなり重症化しているということが非常に危惧される点でございます。転移などのアイソトープ治療を受けた子どもが13人おられるんですが、そのうち福島県内は2人、県外は11です。84分の2と30分の11というのをちょっと比較していただきたいんですね。明らかに、県外の方が重症化していると。なぜ重症化しているかといえば、それはおそらく、検査によって検査がきちっとルーティン化されていないために発見が遅れたのではないかということが指摘できるのではないかと思います。今後のその課題としては10ページ以下に書きましたけれども、受診率をむしろ向上させていくことが必要なのではないか、それから事故後に受胎した子どもたちとの比較対象のための検査ということも極めて重要じゃないか、ここを比較しないと医学的に非常に意味のあるデータになっていかないという問題があるかと思います。そして福島県外でも調査が必要だ。それは現実に福島県外でこれだけの甲状腺がんが発症しているということから直接必要性を裏付けられていると思いますし、なぜ福島県だけでやるんだという、そういう声に応えるためにも必要なのではないかというふうに思います。そして最後に、見直されるべきその健康調査等事業の実施に等に関する法律案、この子ども被災者支援法と同時に成立させるべきであった法律案があったということで、これをぜひ今もう一度見直して、国会の場でも、議論していただきたいなということで、最初の2ページに戻りまして、もう一度私たちの求めることを整理いたしますと、今、この福島における健康調査を縮小していく、学校研修を廃止するというような動きがあるわけですけれども、むしろ新たな立法を制定して甲状腺がんではだけではなくて、放射線との関連が疑われる一定の疾患に範囲を広げて、地理的範囲ももう少し広い範囲に広げて、対象年齢も拡充していくべきではないか。そしてその健康調査の主体はもちろん都道府県と協力してやっていくわけですが、国が主体になるべきであると。そしてその医療の提供が必要となる場合についても国が保障していくべきだ、こういう制度を作るべきだと思います。これがまさにもともと作られようとしていた法案だった中身ということになるわけです。そして正確な患者数の把握がむしろ難しくなってきている、県民健康調査の中でデータが公表されていない部分があることがはっきりしましたので、この部分をはっきりさせていくということが、緊急に取り組まれるべきではないかと思います。そしてこの学校での甲状腺検査、これについてはぜひ、継続していただきたいし、むしろ検査の受診率を上昇させる、そのためにもやっぱり情報をきちっと出して、この説明責任を尽くしている、そういう、検査であるという、県民の信頼感を回復して、この検査を継続していくべきではないかと思います。そして甲状腺がんの症例の、検討が、必要ではないかというふうに思われます。簡単ですけれども、ご報告は以上でございます。はい、ありがとうございます。皆さんぴったり時間を守っていただきましてありがとうございます。後ほど加藤修一先生、この法案の発案者でいらっしゃいますが、お話をいただきますが、皆さんの資料の最終ページにつけてございますので、念のためお知らせをいたします。で、今日は省庁の方からも環境省と厚生労働省におのおの
参加をいただいております。特に、まあ、環境省の方では今やっている甲状腺検査、について、まあ、ルール皆さんからのご指摘あったわけですが、現状でどのような把握をしておられるかというのを5分程度で、また厚労省については先ほど最高の法律ではないかと言われた被爆者援護法に基づく、まあ、さまざまな支援策について少しコメントをいただきましたあと、また今日ご参集の皆様のご発言に返したいと思いますので、おのおのよろしくお願いします。あ、よろしいでしょうか。環境省環境保健部の寺原と申します。よろしくお願いいたします。私の方からはお手元の方に県民健康調査甲状腺検査の動向についてというのをお配りさせていただきました。皆様十分ご存じの内容も含まれているかと思いますけれども、まず甲状腺検査の概要について今一度ご説明をさせていただいた後に、先ほどからもご指摘をいただいております経過観察後の症例も含めた甲状腺がん症例の把握についてご説明をさせていただきたいと思います。まずこちらのお手元の1枚目になりますけれども、こちらの基金、福島県 の, 県民健康管理基金の方に国が交付金を拠出しております。で、福島県はこの基金を用いまして被爆線量や健康状態を把握するための健康管理等を実施されております。この右側の方の1、県民健康調査事業と青く囲んでいるところになりますが、その中に、まあ、基本調査と詳細調査がございます。で、この詳細調査4つございますが、その詳細調査の1つが甲状腺検査に位置づけられております。次のページに行きまして、福島県による甲状腺検査というページでございます。目的といたしましては、チェルノブイリ原発事故では事故の 4,5 年後に小児甲状腺がんの発生が報告されたために、子どもたちの甲状腺への放射の影響が心配されたと。そのために福島県は子どもたちの甲状腺の状態を把握し、健康を長期見守ることを目的に実施をしております。次の対象者になりますが、まあ、先行検査と本格検査というふうに書いておりますけれども、現在はこの本格検査の3回目、いわゆる先行検査1巡目としますと4巡目が来月5月より開始される予定になっております。対象者といたしましては、事故当時おおむね18歳以下だった全県民を対象にしております。こちらの、まあ、一つの理由といたしましては、放射線要素がの半減期、 I131 の半減期が8日間だということも含めてこういった判断がされたというふうに聞いております。また本格検査になりまして、被災時当時に胎児だった方も対象に加えております。で、こちら の, すごく細かいところになって恐縮なんですけれども、この本格検査の下の米3のところにも書いておりますが、まあ、事故時胎児だったもの以外にも事故後1年と十数日程度後に生まれたものも、対象者というふうになっております。また2年間で全員に2巡目を実施いたしますが、以後20歳を超えるまでは2年に1回、以降5年に1回実施という形になっております。で、検査方法ですけれども、検査方法は1巡目から来月始まる4巡目まで同様でございまして、1次検査と2次検査というふうに分かれております。まず1次検査を行いまして、超音波の結果 B 判定または C 判定の場合には精密検査であります2次検査になります。2次検査で再度詳細な超音波検査を行いまして、必要に応じまして腺子球細胞腫を行うという形になっております。次のページが1巡目2巡目の確定値および3巡目の暫定値になっております。一番左側が先行検査1巡目の結果でございます。1次検査の受診者数が30万473人になっておりまして、割合でいうと 81.7% の方が受けたという形になっております。で、その1巡目の1次検査の結果がこの A 判定、B 判定、C 判定でございますが、A 判定の方が 99.2%、 B 判定が 0.8%、 C 判定が 0.0% になっております。で、2次検査対象者数でございますけれども、2次検査受診者数が 92.9%、 で、最終的にがん内視がん疑いとなった方が116名でございまして、その後手術を行いましてがんという確定になった方が101名、良性だった方が1名、まだ手術をしていない疑いの方が14名という形が、1巡目の結果になります。
で、その右側が2巡目になりますが、こちら2巡目の結果は昨年の10月23日に行われました第28回の検討委員会でようやくほぼ確定値ということで出た値になります。また一番右側が3巡目になりますが、この3巡目はこちらの時点が去年の12月末までということと、それから3巡目はまだ二次検査が継続中でございますので、3巡目に関してはまだ暫定値という形になってございます。矢継ぎ早の説明で恐縮ですが、もう1枚の資料が、福島県立医科大学が出されております、資料になります。でこちら のいわゆる経過観察後の収賞例に関しましては、去年の6月の第27回の検討委員会で、議論がなされました。今日はお配りしておりませんが、その第27回の検討委員会の時に県の方からもご説明がございました。で保険診療 の情報の取り扱いにつきましては、個人情報の観点から十分に配慮が必要であるということ、また保険診療移行後の情報を追跡して収集するということに関しましては、全員の追跡が困難であることや個人を特定して追跡することの問題、診療情報の取り扱いの問題等があるということのご説明が あったところでございます。その後去年の10月 の検討委員会におきまして、県の方が出した資料によりますと、検討委員会での意見を県は踏まえまして、保険診療されている事例等の情報収集等について、医大と協議をしてきたという形で、その時点で福島県立科大学から研究、こちらに今日お配りした研究調査事業の詳細が配られております。で本日配りましたのは最も直近のものでございまして、1月26日、直近の甲状腺検査評価部会で配られた福島県立医科大学の今申し上げた学内調査研究についての最新の情報のものでございます。でこちらどういった研究調査状況になっているかと申しますと、1ポツ目、2ポツ目の2ポツ目に集計外の候補となる患者の制定ということがございます。でこちら中身ですけれども、診療部門におきまして県民健康調査の甲状腺検査の対象となる年齢の方であること、それから福島県立科大学において甲状腺がんの手術を受けた方を抽出いたします。また病理部門におきまして同様に甲状腺検査の対象となる年齢であること、それから腺子球細胞診または病理組織診において悪性や悪性疑いと診断されたもの等を抽出するということになっております。でこちらの外科系の診療科と病理の部において今申し上げた対象者をまず選定いたしまして、それの情報と甲状腺検査におきましてがんないしがん疑いというふうに、集計された方とを紹介して、突合するということがこちらの研究調査になっております。で現在の段階としましては、この1番目の集計外候補患者の選定を行っているところだということが1月26日の部会で医大から説明があったところでございます。でこの研究 の目的等がその裏面の方に書いております。の資料、人を対象とする医学系研究に関する情報公開というものでございます。研究期間といたしましては2017年10月から2年間となっているんですが、これ2年間かけないと結果が出ないというものではありませんで、結果出次第しっかり部会検討委員会には報告したいということの旨を発言、医大の方が発言しております。2年間しっかりと更新を行いながらアップデートしながら継続していくして研究を行うためにこの2年間という研究期間を設けたというふうに承知をしております。でこの研究の意義、目的ですけれども、甲状腺検査の集計の対象とならなかった甲状腺がんの患者さんがどれくらいいらっしゃるのかを福島県立医科大学で調査をするということになっております。で研究の方法といたしましては今ご説明した通りでございます。環境省から以上でございます。はい、これ何人おられるんでしょう。この対象となる集計外候補患者の選定でございます、はい、ということですか。はい、こちらまだ報告はされていない状況ですので環境省も承知はしておりません。でもこれ2017年6月30日までに手術を受けたということですから、もうすでに1年前ですよね。
母数くらいお分かりになるんじゃないですか。はい、こちらの今日お配りしたのが最新の資料になっておりまして、環境省もこちらの公表資料以外は持ち合わせおりません。この部会の時に医大の担当者が申されていたのは、まだこの集計後患者の選定の状況であるということで、詳細の推進度については報告がございませんでした。我々も把握はしておりません。はい、本当1年も経ってるんですから、もうやってから知ってるけど知らないっていう感じです。次、被爆者援護法に基づく保健医療福祉などの施策お願いします。厚生労働省の原子爆弾被爆者援護対策所の箕原でございます。よろしくお願いいたします。先ほど木村先生の方からだいぶ話をいただきましたので、ざっと簡単にご説明をさせていただきます。原爆関係の援護政策の概要ということで、横の1枚紙をお配りをさせていただいておりますので、そちらをご用意いただければと思います。もともと被爆者の援護政策自体に関しましては、他の戦争被害と異なりまして、放射線の起因によって健康被害が生じているという特殊な被害であるということに考えまして、昭和32年の方にまず原爆医療法というのが制定をされております。その後昭和43年に原爆の特別措置法というのが制定をされまして、この時に各種手当が創設をされるという経緯になってございます。その後の原爆特化50年を契機にいたしまして、両方が統合をされまして、現行の原爆の被爆者援護、法という形の枠組みになっているというところでございます。横紙に基づきましてご説明をさせていただきますけれども、まず被爆地域というのを法律において定めており、法令において定めておりまして、主には原爆当時の広島市長崎市の区域と隣接する区域内にいた方、もしくはこれ入手された方というふうに申し上げておりますけれども、2週間以内に、2キロ以内に入った方等に関しまして、それぞれ広島市もしくは長崎市もしくは他の都道府県にお住まいの方であれば、各都道府県知事の方に被爆者健康手帳の交付の申請をしていただきます。それで、今申し上げたような被爆地域におられた方というところの事実が確認されましたら、被爆者健康手帳というのが交付をされるという枠組みになってございます。その手帳が交付をされますと、その下の全員というふうに書かせていただいているところでございますが、左の方から健康診断が、基本は年に1回でございますけれども、最大で4回まで受けられるということでございますとか、医療とか福祉サービスの方が次の箱、2個目、3個目の箱に書かせていただいておりますが、医療保険の自己負担分を無料にするというものでございますとか、介護保険の費用に関しましても、基本的には1割負担の公費の補填をさせていただいているというところでございます。そこが基本的な援護政策でございますけれども、一番右の方に一定の要件を満たした者というふうに書かせていただいておりますが、下の方の箱に行っていただきまして、一番左の原爆症の認定を受けた方というところがございます。こちらに関しましては、悪性腫瘍でございますとか、白血病でございますとか、あと心筋梗塞でございますとか、今審査の方、新しい審査の方針というのを定めさせていただきまして、そういう一定の疾病に罹患されておられて、各疾患ごとに基準を定めさせていただいておりますけれども、例えば被爆地域は爆心地より 3.5 キロ以内にあるというような方であれば、アクセッションについて放射線起因性があるというような形で認定をさせていただいて、かつ今現に医療を受けられているという方でございますれば、原爆症の認定というのを厚生労働大臣がさせていただいております。でその認定を受けますと、先ほどありました医療の給付に関しましては、もともと健康保険等の組合が負担する分も含めましてですね、国費で全額を負担するというような形にさせていただいております。プラス先ほど木村先生の方からご紹介ございましたけれども、医療特別手当というのが月額で14万円と、今現状30年4月現在では14万円というような手当が支給されるということになってございます。その右の方が他の手当等でございます。主には健康管理手当がメインになってございますけれども、こちらは造血機能障害でございますとか、肝臓機能障害でございますとか、呼吸機能障害等の一定の障害があるという方に関しましては、健康管理手当というのが月額3万4000円というところで支給されるというような形になってございます。その他に先ほどご紹介いただきました保険手当と介護手当等が出るということでございます。
で一番左の方は先ほどの、介護保険の費用負担については1割分の公費の補填があるというようなご説明をさせていただきましたが、広島と長崎には原爆の養護ホーム、原爆の特別養護老人ホームというのがございまして、そちらの方に、入所を希望される方については入れるというところでございますが、まあ、他は数に限りはございますので、ご希望の方に限るというところでございますけれども、そういう措置を講じているということでございます。現状、被爆者の方々は16万4千人ぐらいということ、28年度の数値でございますけれども、そういう数がおられます。平均年齢が81歳を超えておられます。原爆症の先ほどの認定を受けた方というのが約8千人ぐらいにおられます。あとは健康管理手当を受給されている、いわゆるその一定の障害ですね、運動機能障害でございますとか造血機能障害が認められている方に関しては約13万4千人ぐらいがおられるというような状況になっているところでございます。少し戻るようになりますが、加藤先生から恐縮ですが、前回作られた法案についてコメントをいただきまして、またこの間ずっと今のお聞きいただいたことについてのコメントも少しお願いいたします。リタイアしてから5年経って、しかも訂正した法案から多分6年ぐらいになるんですね。で、先ほど来田中さん、それから海人さんから法案について触れていただいて、ある種着目をされたということなんですけども、逆にそれは驚きを禁じ得ない。つまり実態がそういうこととは乖離しているという、そういう証左でないかなという、そういう思いをしております。でこれは2012年の3月、180国会前後で何回か提出していると思うんですね。でそもそもやっぱり党の綱領に生命生活生存、これを最大に尊重する社会を目指すと、目指すというふうにあるわけですから、じゃあこういう大事故が起こった以上はこれに対してどう対応するのか、対応しなければいけないのかということで、当時の幹事長、今も同じ名前の幹事長でありますけれども、お願いして、プロジェクトチームを作ってもらって、座長を私やらさせていただきまして、180国会の中で実は3点セットというふうに私は言っておりますけども、3本関係の法律を出してですね、で一つは今お二人から紹介があった法律案、二つ目はこれは放射線従事者の被曝線量、障害線量についてずっとこれ名寄せをするという形で一元化する法案ですよね。一元化という意味ではなかなか日本の法律の中にないと、隣の韓国でもそういう法律はあるわけで、あるいは EU は EU 指令でそういう一元化ということで名寄せをすると、いろいろジョブホッピングって仕事が変わったとしてもですね、被爆するチャンスというかそういう機会があるところについては全部その被爆の記録を一人の人間については一元的に記録すると、持つようにすると、そういう法律が2本目としてあった。で3本目はこれはずっとこれより前から考えてた話でありますけども、子ども環境保健法という法律ですね。これで3本で3点セットというふうに私は言ってきたわけですけれども、当初は子ども環境保健法というのは放射能は扱わない、化学物質だけ、普通の化学物質、それを扱うだけでありましたけれども、大変な事故が起こったので、子どもの関係の法律であります中に、やはり被爆に関わる放射能の関係についても入れなければいけないと。この法律というふうに、そういう内容の法律にしたということで、3つの法律を、ワンセットで自分自身としては考えていたところがございます。
それでこれ今お二人が指摘しました法案の関係について戻りますけれども、これはうちの党自体が県民に作り上げたという話であります。だからその自公という話ではない。公明党で作り上げて、それから自民党に持ち寄るということになります。ですから完結編を自民党に見せてうんぬんとしたことで、そこで協議したとかそういう話じゃなくて、うちの内容でそのまま押し切ったということになります。それと国会に提出は何回かしてると思うんですけど、ちょっと昔の話で私ちょっとその辺失念しておりますけども、提出したけれども結局提出した後に大事なのは何かというと、委員会に付託されるということですよね。委員会に付託されることが非常に大事なわけで、そこで議論されるかされないかということに当然なってくるわけで、付託されなかった、つまりこれは国体でそういう付託をしないというふうに決めたことかもしれないですね。付託されていないと私は理解しています。多分間違いがないと思います。そういう状態で来たということで、先ほど海斗さんからですね、県外の人が重症化したという話がありました。でこの法案の中身というのは紹介がありましたように、法定受託義務でありますから、国の責任というのは非常に大きいと、そういう判断をしていかなきゃいけないわけですけど、もう一つはやはり福島県民だけじゃないという話ですね。事故が起こった時に被爆した人は福島県人だけを選択して被爆させたわけじゃないわけですよね。当然そこにいろいろな人が来てる、県外からも多くの人が来てる。だからその県外から来ている人も被爆してるわけですよ。だからその県外に戻った人に対してもどうするかっていうのが当然あるわけで、その場合に県知事が、ポンチエというこの図解したやつが最後の方に載ってるようでありますけども、久しぶりに見るものですけども、福島県以外で健康調査を行うべき都道府県を知事の意見を聞いて指定するということですから、福島県プラスアルファがあります。福島県に県人に限定しない、そういう非常に私は大事だと思ってますね。だからそういうことを含めて関係とある思われる人についてはしっかりと健康調査と含めて考えなければいけない。それから健康調査というのはやはり最終的にフィードバックして、それは研究をせざるを得ないわけで、やはり健康をどう維持、担保するかということを含めて、やはり研究の成果を生かすということも当然必要なわけですから、そういうことを含めて実はこの中に書いたつもりで、あります。そういうことで、あえて今この法案を生かすという方向が出てきたことは、ある種の残念さがあるんですけども、いずれにしてもこれは国会で何とかこういった面についても議論を深めていただきたいし、これは私はもう出すような権限は資格も全くありませんから、安倍事務局長に応援するお願いするかございませんので、よろしくそういったことについても検討を していただきたいと思います。それからちょっと質問を、環境省に質問という意味では質問させてほしいんですけれども、一つはやっぱり環境基本法の13条がなくなるっていうか、要するに原子力に対して環境省は一切関与してなかったのが重大なあれでしたけども、環境基本法の13条がなくなることによって放射性物質の関係についても関与せざるを得なくなったわけで、それは大気汚染防止法とか水素汚濁防止法の関係を含めてですね、それは監視をしなければいけないという話になっているんです。でこれに関する法律はたくさん、環境法にはたくさんあるわけですよね。でそれは改正をしなければいけない話になっているんで、その改正をする、すなわち少なくとも監視をするということについては改正ということを含めて、やっていかなければいけないわけで、それは非常に大変な話、一番話なんですよね。だからここを本当に終わってるかどうかっていう話だと思いますね。3本か4本ぐらいの改正を行ったとは思いますけども、そういうことを含めて
対応を行ってほしいと思います。まあ、大体そんなところでございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今のきっと部署が違うので環境省お答えになりますかね。環境基本法の13条、すなわち放射能について今まで除外していたものが、例えば水土壌とか水とかいろいろな分野でその放射性物質についても踏み込んでいかなければならなくなったことの法改正とか対応はどうかということでしたが、お答えになれればお願いします。はい、環境基本法の13条の項目がなくなった経緯というのは存じてますけれども、その後 その改正の詳細については担当じゃございませんので分かりかねます。はい、では一応担当部署に投げておいてくださいますか。私どももちょっと調べてはあるんですけれども、お答えをいただいた方がいいかと思います。努力していただいた方が。で、失礼いたしました。はい、今日は実は先ほど海人さんのお話にも出たのですけれども、福島の県民調査の中で、むしろ縮小の方向が出ているということが非常に懸念されるということで、今日わざわざ福島県の県議会議員の古市さんが来てくださってますので、ちょっと状況を皆さんにご報告をしていただきまして、また論議の材料にしたいと思います。お願いします。県会議員の古市と言います。福島県でその甲状腺問題でいろいろ質問している方はあまりいないんですよね。私昨年から福祉公安常任委員会の委員になりましたので、その前からいろいろな質問はしてましたけども、そういう常任会で質問するようになりました。でこの県民健康調査というのはもともとこの出発時点からマスコミ等でも取り上げられましたけど、非常にこの問題が指摘をされて出発した経過があってですね、そのいろいろな問題点がたくさん出ているわけですよね。でそういうふうなことをこの県議会の中でいろいろこの質問する方もあまりいらっしゃらないというふうなこともあってですね、で私もその常任会にですね入らない時はなかなかその個別具体的にこの質問するというようなことができなかったので、今回常任会というふうなことの中でいろいろと質問させて質問してきました。で過日今から 4,5 日前原子力市民委員会の方がこの要望書を持って県庁に来てですね、つまりそのあれですね、健康調査がこの縮小されるということについてそのしないようにというようなことで要望を出して、県としては、これまで通りですね、県民健康調査というのは学校の調査については、取り組んでいくと、そういうふうなことが表明をされましたが、問題はその中身であって、科学の中でもこの指摘されます、指摘されているようにですね、その基本的なその考え方がこの変わってきてくるのではないかというふうなことがこの言われておりまして、2月の常任委員会と私が質問をいたしましたところですね、これについては検討すると、そういうふうなことが、県の方から答弁をされました。つまりその子どもたちの健康を長期に見守るために、現時点での甲状腺の状態を把握するためというようなことが目的にありましたが、その現状を把握するというようなことがですね、この削除されると、そういうふうなことにこのなって、そういうようなことが言われておりましたので、それでは、全くその検査の、意味がなさないではないかと、そういうようなことを委員会等の中でこの指摘をしてきました。いずれにしても私これから2年間ですね、常任委員会で質問する機会が与えられましたので、この点についてですね、しっかりと健康調査がされるようにですね、問題はこれ福島県はこの福島県民のためにいかにこの健康調査をして県民の安全安心安全を守っていくのかというふうなことが問われているわけですけれども、なかなかそういうふうなところにですね、行っていないと。つまり、
この問題については、この非常にこのデリケートで難しいと、したがって、医大にこの丸投げをして、そういうふうな中で、なんとかそのやっていこうというようなことがですね、ありありとこの分かるような状況なので、そうでなくて、やっぱり県がこのお金を出しているのは、国からもらって、これ、県が出しているわけですから、県が県民のためにそのお金をどう有効にこの活用してね、ちゃんと調査をさせるかと。いうようなことからが問われているわけなので、その辺についてはですね、私は非常にこの微力ですけども、しっかりとですね、取り組んでいきたいというふうに思っています。2つ目の問題は、その先ほどその国の環境省からも言われてましたが、この患者のですね、把握の問題ですよね。でこれは仕組みそのものにこの問題があって、全てのいわゆる甲状腺がんの患者をですね、把握できないようなこう仕組みになっているわけですね。で、これ、データベースがこれ、県に、医大にできているわけで、これ、先ほど全然わからないというのは、この1年経ってもわからないというようなことを言ってましたけど、これ、簡単だと思うんですよ、データベースがあるわけだから。その福島県の子どもたちの何という人がこれ、検査をして、で誰ががんになったかってデータベースに入っているわけですよね。付き合わせればこれ1時間以内くらいで分かる話ですよ。でそれがこの分からないって言って2年かけてやるというようなことを言ってること自体が、そもそも何というふうな理由か分かりませんけれども、県民のための仕組みにはなっていないというふうなことだと思いますので、環境省の方からね、これお金を出しているのは環境省なので、しっかりやってくれと、そのことをですね、しっかり指導していただきたいというふうに思います。それから2つ目は、甲状腺のがんのがんになった方がですね、医療費をこの福島県から、サポート事業で、支援されると、そういうふうなことに行っているわけですが、この支援されない方がいるわけですよね。つまり、その二次検診で、その、がんというふうなことに指摘されないで、保険診療にこの移行したという方は、福島県のいわゆる指定された病院で手術をすれば、それはそのサポート事業に該当しますけど、そうでない方はその該当しないということで、このサポート事業から外されていると。で、これは、どういう理由でその方がなったのかということもいろいろとあると思いますけど、そのそういう仕組みそのものが理解していない中でやってきたという方も多数いると思うんですよね。ですから、そういう方々にこの手を差し伸べて、その支援をするというようなことをこれ当然やらなければならない問題で、福島県は福島県のその県民の健康を守るということがこれ大前提なので、そのそういうことをやったとかやらないとかでね、その差別をする必要はないと思うんですよね。だからこれ国がお金を出しているところからその出ているというのは県は言ってますので、これその私は常任委員会でやれって言ったわけですよ、ね、これ県民差別しないで全てこれ支援しなさいと、それは国に聞かないとわからないと言ってるわけですよ。でこの場合先日のこれ市民委員会の中でもそういうふうな質問をしたら、それは国に聞いてやりました。でそういうふうなことを、県が答弁をしていました。でしかしながら、それもね、国からお金が出たんだったら国に聞かなくちゃならないというようなことではないかと思いますが、これ国は県にこうお金をこう渡しちゃったわけだから、これ県が独自でできるわけですよね、その金の使い方はね。いちいちその県国にどうでしょうか、使っていいんでしょうかというようなことを、お伺いを立てないと使えないお金ではないと思うので、だから国はね、やっぱり自由にやりなさいと、福島県民の安全の健康を守るためだったら、ちゃんと支援しなさいということをですね、これ、明確にそういうふうな福島県からお話があったらですね、言っていただきたいというふうに思います。そうすれば、私は福島県のね、保健福祉部にちゃんとやれと、そういうふうなことを国は言ってるからというようなことを言えると思いますので、いずれにしても、この県民健康調査っていうのは、非常にこの、福島県が主体的にやって県民の健康を守るべき立場にあるんだけれども、そこのところがこのうまく機能してないというか、非常にこの、甲状腺がんというこの専門的なこともあってね、なかなかその
医大の、まあ、専門家でないというふうな方々が役人がですね、まあ、言いにくいというようなことがあるかと思いますけれども、まあ、そういう非常にこの、まあ、デリケートな問題がたくさんあるので、まあ、それはあとあの安倍、議員の方にですね、そういうふうな問題についてもしっかりと国でですね、取り組んでいただくように、まあ、お願いしたいというふうに以上です。はい、ありがとうございます。環境省さんには今のご指摘お分かりかと思いますけど、海外で手術しないとお金も保証されないわけです。これ研究プロトコルでやってるので、そこでデータの来たものという人だけになっているんだと思いますので、もちろんその点は環境省から県に言う云々ではないですが、でも助言はしていただかないと、県に渡しきりのお金で、そのお金の使い方が本当にここでがんという形で分かった方のためになっていないとすれば、それは国が出しているお金の出し方の問題にもなるので、今日は指摘をいただいて即答できないかもしれませんが、でも何かコメントあれば。はい、ありがとうございます。ちょっとまず整理をさせていただきたいんですが、先ほど私がご説明いたしました医大の調査研究事業と、古市先生からもご質問いただきました甲状腺検査サポート事業はもちろん別のものでございます。まず先生にご指摘いただきましたこちらの医大での出生例等の把握、まあ、それと甲状腺検査突合との調査研究についてもっと早くできるんではないかということに関しましては、本日そういうご意見があったということを県の方にしっかりと伝えさせていただきます。それから2点目の甲状腺検査サポート事業でございますけれども、先生ご指摘のとおり、こちらは国が交付金を出しまして、福島県の事業として行われております。でこちらの甲状腺検査サポート事業は福島県の甲状腺検査におきまして、医療が必要なしこりである形成性病変が見つかった方に関して、医療にかかる経済的負担を支援しつつ、診療情報をご提供いただくことで甲状腺検査の充実を図る事業になっております。まあ、そのために当該事業は事業の趣旨に鑑みまして、甲状腺検査を受診されていない方は対象となってはおりません。ただ県外避難された方々等につきましても、被災時におおむね18歳からあった福島県民のうち甲状腺検査を受診いただいた場合には、この甲状腺検査サポート事業の対象となっております。また県内外におきまして受診できる医療機関の拡充にも環境省としても努めているところでございます。以上でございます。あんまり答えになってないんですけど、どっか違うところで手術をなさった場合のその医療費の負担がどうなってるかっていう、すごく簡単な質問なんです。はい、すいません、説明不足でございました。繰り返しになりますけれども、甲状腺検査を受診いただいた場合には福島県立医科大学ではなくとも、この甲状腺検査 の、 拠点病院となっているところに関してはもうサポート事業対象になっておりますので、医大だけということではございません。またその拠点病院の拡充の方も県内県外ともに拠点病院の拡充をに取り組んでいるところでございます。今の要するにね、環境省さんの話によれば、その診療情報っていうか患者の情報をいただけるからね、お金を払うとのことに聞こえるわけですよ。でそうじゃなくて、これ福島県民がこれ原発事故にその影響あるかどうかは別にしても、ね、その結果によって県民健康調査をやったわけだ、ね、でそこの中でそのがんというふうなものがこれ見つかったわけで、まあまあ、見つかったというのはどこで見つかったのかいろいろあるけれど、しかしながらそれによってその手術をしたわけだよね。だからこれ福島県民なのか、ね、まあ先ほどその福島県民でない方もこれ当然やるべきなんだけども、とりあえずはこれ福島県だ。でその方がね、その病院の違いによって県民健康調査を受けてるんだよ、これ最初は、ね、しかしながらその次の段階で違うと、ね、その例えばその患者の情報ももらえないと、だからお金を払えないっていうことはね、これはもう問題ですよ。これ人権の問題だ、福島県のね、だからそういう方々全てにやっぱりそういう経済的な支援をするというふうなことをやっぱりやることがこれ大前提、ね、患者もそのいわゆるがんの情報をいただいたから見返りにお金を払いますようにしか聞こえないんだ、あんたの言ってることは。そうじゃないんだこれ、ね、そういう命の問題なんだ。だから
その人に対してこれ、原爆のさっきの法律はこれ命の問題でねやってんだよ。で原発ってのはねこれその、まあ、放射の原爆じゃないからっていうようなことの違いがあるかわからないが、これ非常にこの原子力発電所はそういう意味でこの差別されちゃってる最初から、そのいわゆるその原発 の, あの原子力の安全性、あの安全神話ということで、だから事故なんか起きねえからね、病気にもなんないと、まあ、そういうようなことになるわけだ。そうじゃなくてね、やっぱこの原発事故によってこのあったんだよな、この原発事故までなかったらこれやる必要ないだろ、この県民健康調査なんて。それによってなってるわけだからね、その人に対してやっぱちゃんと経済的支援をするってことがこれは国の役割だ、なんであろうと思う。でそこのところをね、そのなんだその患者の情報っていうかがんの情報をもらった見返りにね、そのお金を払うんだなっていうふうなことはね、これ改めるべきですよ。あの環境省さんにはそういう指摘があったことと現状をねもう少しきちんと把握していただきたいし、引き続いてあの甲状腺がんの支援グループのアジサイの会の千葉さんに少し現状についてね、あの教えていただければ、環境省さんもあのあそうだったかと思うのではないでしょうか。お願いします。ありがとうございます。あの甲状腺がん支援グループアジサイの会として2016年にあの私たち本当に小さなあの情報交換の場所としてあのグループを作りました。本当に小さなグループですが、今あの古市県議会議員さんがおっしゃったように、あの県外であの県民健康調査をしながらあの県外で手術がしたゆえに県民健康調査の対象にならないっていうあの会員の方も間違いなくいらっしゃいます。何度県にあの問い合わせしてもその対象法っていうのは未だ解決していません。そしてまたあの今あの福島県立大中心に甲状腺がん の, あの、まあ、検査の縮小、学校検診をなくそうという動きがとてもあの大きく動いています。そして県立あの医大の先生、そしてあの県民健康調査課でこういうような資料を作って、学校に子どもたちに甲状腺がんはあの予後がいいんだ、あの死に至る 病気ではないというようなあの心配ないというようなあの出前講座を一生懸命にあのしております。そういうお話を聞くたびに、あの本当にあの紫陽花会の会員のお母さん、そしてもうすでに手術をした子どもさんは心を痛めてます。あるお母さんはあの、まあ、今いろいろと出ておりますが、あの潜在がんだとか見つけなくてはいいがんを見つけているとかって、こういろんなところでマスコミではどんどんとこうあふれるように情報が流れています。その度にうちの子どもは潜在がんだったのかよ、そんなふうにしてお母さん聞いてきます。うちの子供は切んなくてもいいがん詰まったのかよ、これからずっと薬飲まんなんねのかよって聞いてきます。私たちはもう何と答えていいか分かりません。専門家でもありませんけれども、今今日こういうようなとてもあのもう素晴らしい議論を聞いて、ああ会員の方にこういう議論をあの聞かせたい、そしてみんな孤立してんでないよ、真剣に考えてるよっていうことをこう伝えたいなぁなって思いながらあの参加をさせていただいておりました。であの今あの甲状腺がんはそんなに予後が悪い病気でないので検査しなくたっていいってこうあのおっしゃるような意見がたくさん出ておりますが、あの私たちの会員の中にはあの1回目手術して、そして2年もあの経たないうちにまたあの結節が出て、そして昨年あの腺腫細胞診をしました、昨年の暮れに。そしてあの8割方あのがんじゃないかってこう思われていましたが、ちょっと様子を見ましょうとこう言われました。様子を見ましょうって言ってがんの疑いがあるのになんで様子を見るのっていうふうにして、本当に真剣にあのグループの中で話し合いをして、そして別なところで見てもらった方がいいんじゃねえかよっていうようなことでね、あの見てもらったらそんな余裕がなかったと。そして今年に入ってその方は手術をされました。あの県立医大でないところでです。
そして県立大では経過観察って言われてたんですよ。で別なところで治療しました。そしたらば手術をした後にリンパ管に転移をしていたということで2回目の手術をもうされました。そしてその方はアイソトープ治療っていう次の段階の治療に今進んでいるところです。どうして経過観察ってその病気の進行を持ちながらこう伸ばしてしまうのかっていうことが非常に私たちの間ではなんでこれが経過観察っていう中身だったら不安だよねっていうような話にこうなっております。そしてもう一人の会員の方はアイソトープを何回か受けられまして、それでも効果がなくて本当に苦しんでおられる方もいらっしゃいます。そのアイソトープ治療に入ったお子さんのお話です。アイソトープ治療ってこう皆さんすでにご存知だと思いますけれども、昨年の12月に2017年の12月に福島県立医大で急症の病室ができました。急症っていうのはこれ日本で最大級のアイソトープを持つ治療のできる病院であるということで最大級の施設を持つことになったそうです。その病院で本当にお嬢さんが入られました。私たちも内覧会に行ってきましたけれども、病室や窓や入り口は全部放射性物質をこう遮蔽する分厚いコンクリートや鉛で覆われています。そして病室には患者さん以外入れません。看護師も医師もそしてお掃除に来てくれる人もいません。こうやって自分の使ったちり紙やゴミなどは放射線管理のマークのついている黄色いマークのついたゴミ箱に自分で入れて、そしてガシッと蓋を閉めているそうです。で彼女は非常に体調が悪くて何度も嘔吐したそうです。それも全部自分で始末をしなければならなくなったならなかったっていうお話を聞きました。本当に体調が悪くても体をさすってもらったり抱きしめてもらうこともできない。そしてそうやって自分で個室で耐える、そういうような治療に移行されている方が間違いなくいらっしゃるということをぜひ皆さんにもご知っていただきたいなってこう思っております。今いろいろお話になりましたけれども、197人という数字がこう示されておりますが、私たちの間でも197人って多いよね。でもちょうど私たちは小さなグループですが、いろんな症例、本当今甲状腺問題で問題になっているいろんな一つ一つの例がこの小さなグループに凝縮しているのではないかって思うほどに問題が話されます。でお母さん、やっとつい先日定例会で集まりました。お母さんの一人のお母さんから、私はここに来てみんなと他の患者さんのお母さん家族と出会うことによって話ができる、そしてサポート医師のお話も聞ける、そして病院にも同伴で診療に来てもらえる、もっともっとたくさんの人がこんな苦しみに耐えている人いるんじゃないか、本当にね自分の辛い立場をこう振り返りながら多くの人の辛さを自分たちで話し合っているっていうのが現状です。そしてもう一つは福島医大から別な病院に行きたい、転院したいって言った時に私たちもその方たちをサポートしながら、どのくらい医療費は別としても生活滞在費交通費でどのくらいかかるのかと思ったらば、本当に大変なお金です。病院を一つ変えるだけでも何十万というお金が交通費とかいろいろでかかります。ですから本当にこれからのいろんな医療の面とか生活面での患者さんへの支援につながるような、そして多くの人がきちんとそれを利用活用支援を受けられる、サービスを受けられるというような環境づくりをぜひ作っていただきたい、本当によろしくお願いしたいという気持ちで発言をさせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本来は国会議員にもっと聞かせたいというか、
実はこの甲状腺がんの問題を取り上げるのは国会エネルギー調査会でもある意味で初めてで、というのは福島県選出の国会議員ですら逆に触れたくない、まあ自分のところで子どものがんが出れば県民にとってまあ県がダウンサイズしていくというか人口も減っていく、帰ってきたくない人が出るなどのまあ気持ちもあるのかと思うんです。で、随分この問題は微妙なというか機微にわたるところがあるので、あえてまああまり取り上げなかったというところもありますが、まあ、ぜひ現状がここまで深刻になってきていて新たな取り組みをしなければいけない段階と思って、今日は千葉さんにもあるいは古市さんにもお越しをいただきました。で、今日は同じ原子力市民委員会から三田さんも来ていただいているので、せっかくですから少しお話をいただきたいです。はい、ありがとうございます。遅れて来てしまいまして申し訳ありません。私たちはですね、もうすでに海戸さんの方からご説明があった原子力市民委員会の意見書を、先日古市議員のご紹介で福島県に届けてまいりました。で、その時に、まあ、国への提言もあるけど福島県への提言もあるということで、意見交換をさせていただきました。で、意見交換させていただいて強く感じたのは、やはりこれは国の責任で行うべきなのではないかということを強く感じました。もちろん今現状の福島県県民健康調査はこれは私強調させていただいたんですが、一定のとても早期発見という意味ではとてもある意味効果が出ているんじゃないか。で、これはその福島県外の人たちでもその甲状腺がんの、方が、いろんな自治体の調査とか市民団体の調査とか、ご自身で、病院に行ってということで発見されているわけなんですが、福島県県民健康調査によって早期発見はできているんじゃないかということは申し上げて、で、ぜひともそのこのままきちんと継続して、そして先ほどお話があった学校検診は続けてくださいと。で、かつもう一つ申し上げたのは受診率を上げるための努力をしてくださいということも申し上げました。どうしてもその過剰診断ということになると受診率が減ってしまって、むしろその環境省さんとか福島県のその情報の出し方というのがですね、何でしょうかね、なんか検診受けるとあまりいいことがないみたいな、そういう情報の出し方のようになってしまっていて、やはりきちんとその甲状腺がん検査の重要性ということをもっとこう強調して出してくださいというようなお願いも申し上げました。で、あともう一つ申し上げたのはですね、空中論っていうんでしょうかね、数だけにこう焦点が当てられていて、一つ一つの症例というものが県民健康調査の訴状に上がっていないんですよね。で、おそらく海戸さんがすでに説明された鈴木真一教授の症例の報告というのがあるじゃないですか。で、あれはその学会での報告とか一度県民健康調査の訴状に上がったんですが、要はその過剰診断とか言うんであれば、まずはその症例をきちんと見てください。今千葉さんがおっしゃったような再発例とかもあるわけですよね。で、崎山さんがいらっしゃっていましたが、私も理事をさせていただいている311甲状腺がん子ども基金においてもやっぱり再発の例ですとか、深刻な症例になってしまった方ですとか、そういうことは断片的ではあるんですが分かるわけですよね。それをなんで、県民健康調査委員会できちんと症例の検討をしないのかということも申し上げました。で、ただですね、やっぱりその福島県にきちんと対処していただくと同時に、これは国の責任でやるべきことだと私たちは考えております。
で、 ですからこの私たちの求めることの要請の1で、やはり子ども被災者支援法の第13条にも、国の責任として、生涯にわたって検視を行うということ、そしてその、医療費の減免についても書いてありますよね。で、それは子ども被災者支援法に書いてあるだけで、福島県のサポート事業も先ほど古市議員がおっしゃったように県民健康調査を受けていない人はダメなんですよね。おかしいじゃないですか。現に、ね、病気になられてですね、苦しんでいらっしゃって、まあ、その因果関係がまだ結論が出ていないにしろ子ども被災者支援法だって書いてあると、そういうその因果関係の論争をしないで済むように子ども被災者支援法ではそこら辺は避けて因果関係の議論しなくても医療費の減免ができるようにしたわけですので、そこは環境省厚労省の責任としてぜひやっていただきたいと思います。そして、症例についてもですね、何でしょうか、症例抜きにして過剰診断の議論というのは私はありえないと思いますので、やはりちょっと個々の患者の方がね、自ら名乗り出て何かしゃべるのは非常にこう難しい無理な話なんですが、せめてじゃあ、ね、千葉さんとか崎山さんとか、そういう患者に接している方ですとか、そういう方々の話をきちんと国としても県としても聞いて、もう一度だから環境省としてもその、議論をやり直してほしいというふうに強く要請いたします。以上です。ありがとうございます。環境省に一点確認ですが、この鈴木伸一先生の公表データは、福島県の県民健康調査ではどのように活用されたり、あるいは参照されたり分析されたりしているのか、ご存知でしたら。はい、環境省でございます。福島県立大学の収奨例に関しては、鈴木伸先生が中心となって、学会等で報告されているというのは承知をしております。でその学会等での報告の後に、これまでも県民健康調査検討委員会やあるいは甲状腺検査評価部会で報告されているところでございます。また第8回の甲状腺検査評価部会だったと思いますが、そちらでも報告をされております。でこの福島県の検討委員会の場で環境省としていたしましても、この収奨例の報告またそれを用いた議論というのは非常に大切であると考えております。でこの検討委員会の場において環境保健部長の方からも、機会を捉えまして、収奨例をしっかり統計として報告していただくことが重要であるという旨は発言をしているところでございます。今後もその都度医大の方からは報告がなされて、それを用いて議論されるものであろうと承知しております。でもそうすると、例えばリンパ節転移 の, あるものが逆に、70数%ですよね。普通こういうデータを見ると決して過剰診断であるとか、あるいは放置してよいとかならないと思うんですけれど、このこれ自身のデータの生かされ方がね、ちょっと全くないんじゃないかなと私これいつも思っているので、そのあたりはどうでしょう。あと崎山先生にも少しコメントこの点いただけたら。いや非常に過剰診断っていうことを声高におっしゃってる先生、委員の先生がいらっしゃるわけですけれども、その先生が参考にしていらっしゃる論文の読み方がちょっと違ってると思うんですよ。でその先生はもう子どもの時に出た甲状腺がんっていうのは、ある一定の大きさになったらもう増殖しないと、大きく ならないんだからほっといていいと、そういうようなことをおっしゃっていらっしゃるんですけれども。経過観察をしていて、よく熊病院のデータですけれども、そのデータを見ますと放っておくんじゃないんですね。経過観察はするんですが
まあ、組織のが外に出るような浸潤があったりですね、あのリンパ節転移が見つかったら、それはあの治療するんですね。治療するから予防がいい。で、ほっといて予防がいいということじゃないの。ですから、そういうところのその判断の仕方、確かにあの予防がいくて、あのまあ、命に別状はないといっても、あのよく清水和夫先生がおっしゃってますけれども、あの潮が大きくなってですね、反回神経の方にあの浸潤したり、それからあの、気管の方に浸潤していったりする。そうすると結局 QOL が非常に悪くなるわけですよね。ですからあの、まあ、生きてればいいということじゃないと思うんです。だからそういうあの予後のことも、あ、予後っていうか QOL のことも考えればですね、なるべく早い時期にあの治療した方がいいということだと思うんですね。経過観察しているあの論文でも、あの進展があればその時点で経過観察をやめてあの治療するんですよね。だから治療するから、まあ、あの用語がいいんであって、そのほっといていいっていうことではないということです。はい、ありがとうございます。あの先ほどの千葉さんのご紹介の症例もね、同じで、まあ、去年の暮れに言われて、で経過観察と言われていたけれども、やっぱりリンパ節も転移していたとか、非常にそこはその経過観察とは何か、そしてそこの中で何をしなきゃいけないかというようなことが、あの私もこのいろいろ福島県に行ったりなんだりしている中で、医大にですね話を聞きに行ったりしている中で大変に疑問で、むしろまあ鈴木先生がこういうデータを出してくださっていることをちゃんと生かして、あの早期に検診を受けて早期の治療に向かってほしいなと思います。で今日あとあの、議員 の, あの皆さん来ていただいているので、菅先生をはじめご意見、あのご質問あったらお願いをします。青山さんと川田さんと菅先生です。はい、あの参議院議員の川田隆平です。あの今日はの加藤先生、加藤修司先生にですね、あの先ほど海津先生からも紹介のあった、あの平成13年東京電力原子力事故に関わる健康調査と事業実施に関する実施法に関しての話が出ましたけれども、まあ、最初公明党と当時新党改革の2党で179回国会に提出されて、その後野党で、その時みんなの党も野党だったんで、その時みんなの党って、まあ、今日もなんか新しい党がどうなるかとか出てますけど、なんかそのあの時はですね野党があった。でその時に出した法律が実はこの法律で、本当にその公明党が作った法律に、まあ、皆さんで乗ってこう提出をしたんですけども、まあ、本当にその法律ができていればまた違ったのかなと本当に思います。で実はその2年後にですね、あの議連の方で、2014年の夏にですね、あの弁護士の人たちとこの実施法についてをもう一度法制局と検討し直して、実は今あの、まあ、この法律そういえばどうだったのかなと思って今すごい調べてたんですけど、2014年の段階で、この所管官庁を環境省にする形で、焼き直した骨子案というのを作って、一応ブログにもアップしてあるんですが、まああのまあ、ぜひこの実施法、この13条に基づく健康調査法というのをですね、やっぱり実はあの検討していました。それと医療費についても、甲状腺がんについてということで、まあ、そのがんの医療費を支給する法律っていうのも作っているんですけども、その場合にその福島県は今やっている事業ではあのがんに限らずに医療費を見ているということもあって、まあ、それと、まあ、国がそのがんだけに限ってしまうと、そこで差ができてしまうんではないかということで、まあ、なかなか提出できなかったということや、それからいろいろとその避難者の問題の方に、まあ、特に取り組んでいたこともあって、まあ、ちょっとこの健康調査法についてですね、やっぱちゃんとこの4年ぐらい放置してしまったなと。で実際そのやっぱり与党が乗ってこない中で、まあ、法案提出をすること自体をためらってしまったと
というような状況がありましたので、実は法案の腰までは言っていたんですが、まあ、どうせ出しても議論に乗らないんではということで結構放置してしまっていたということがあります。で、本当にそういう意味でやっぱり本当この実施法っていうのはずっと話としてはあったんですが、まあ、なかなかやっぱりこれが訴状に上らなかったということもありますので、まあ、ぜひ本当にこの加藤先生もすごい久しぶりに見られたということでしたけど、本当に久しぶりに見てですね、思い出したというのがありますので、まあ、本当にぜひこういう法律をですね、やっぱりまた検討していくということが一つ重要ではないかなというふうに思いました。まあ、ぜひ安倍さんともですね、ずっと子ども写真を作るとき、あの時安倍さんと本当2人でいろんな議員のところを回って一生懸命作ったという経緯がありましたし、まあ、ぜひまたこういう法律をですね、やっぱり超党派でやっぱり特に与党にですね、やっぱり今の与党にちゃんと巻き込んだような形で作っていかないといけないのかなというふうにも思いますし、まあ、ただ本当に法律をやっぱりしっかり提出していくということをまた考えたいなと思いました。ありがとうございます。先ほどまで原発ゼロ法案を提出の事務局の山崎さんがいたので、山崎さんに振ろうかと思ったけどいないので、しっかりと伝えて受け止めて改めて国会としてやるべきことをご一緒に考えたいと思います。青山さんどうですか。今日のお話聞いててですね、非常に問題意識として共感するところが多かったというのがまず感想です。で、やはり何事も事実を確定していかなければいけない。特にこの問題、安倍さんがおっしゃったように、その福島県にとって非常に微妙な機微の問題があると。で、だからこそ事実がまず重視されるというふうに私は思います。で、その中でその今の大規模なこの福島の県民健康調査、これは福島第一事故による放射能汚染と甲状腺がんの発症の因果関係、これを解明していくには非常に有効な手段だと思っています。で、今日非常に話題になったように、もう一つの問題は、その本来では発症割合が本当に少ないはずの小児に非常に多発する、放射能を起因とする原因とする甲状腺がんの場合には、よく言われているのはラチェットがん、生命に関わるようながんではないというのが該当しないのではないかという議論がありまして、ここも非常に重要な点だと思っています。で、この鈴木さんの、学会での報告が、この今日岩波さんの方で出されたものの前にも出されていて、それに比べると第52回2014年にも発表されているんですけども、随分とやはり増えてるんですね、その何でしょう、リンパ節転移例とかそういったものが。で、甲状腺がんの場合にはちょっと変わったステージの測り方をしているようで、一般的な定義だと45歳以上じゃないとステージのが、2とか3とか区別されていかないような感じになってるんですけども、まあ、その45歳以上と比べてみてもステージ3以上の割合が非常に多いんじゃないかなというのが今日のこの、岩波さんの方で出された手術症例、リンパ節転移があると多分ステージ3になるもんですから、そこはやはりきちんと調査をされないといけないと思います。で、それは環境省さんの課題でもあり、そしてそれは厚労省の課題でもあるんじゃないかなと思っております。両面からきちんと把握していかないと、この、実態というのがつかめてこないのかなと思っています。これあと細かい点で2つぜひ環境省さんにお願いがあるんですけども、この今日お配りされたペーパーのこの裏にあるこの1巡目2巡目3巡目の暫定値という、これ非常に私初めて見たこの分かりやすくまとまったペーパーで、これすごくいいと思ってるんですけども、この解析でですね、非常に問題があるのは年度ごとの発症率っていうのが明らかにされてないんですよね。で、これまあやり方が少し特殊で、全県一斉に少しずつじゃなくて地域を区切って年度変えてるもんだから、まあそうなのかもしれないんですけど、これ年度ごとには本来やるべきだと思うんですよ。というのはそれまでの疫学的調査っていうのは諸外国を含めて全部年度ごとの発症率でやってるもんですから、それで比較できないんですね。で、私の方で、表をどこは何人受けたっていうのでやってみるとですね、
ね、1年あたりの発症率は 0.0345%、 つまり100万人あたり345人なんです。これきちんと出されないと国際比較ができないと思うので、それはやはりきちんとやるべきだと思うんですね。あの別に特別なことをやらなくてもやりやできるわけですから、というのを一つぜひお願いしたいと。それからもう一つは、今日お出しになった資料4、これとあの見ると学内調査についてという資料なんですけど、これは公開される予定があるんでしょうか、この調査結果について。今 の集計のお話は取っていただいてやっていただけばいいので、学内調査ということで、はい、あの環境省でございます。そのまず年度ごと の集計法に関しましては、先生ご指摘のように、あの第8回第9回の部会において、部会員 の一角の先生がいらっしゃいますので、一角の専門の先生が年度ごとの集計というのもすべきじゃないかという提案をされておりまして、まあ、今後そういった集計等もされる予定であろうと承知しております。それからあの学内調査の方をいつ出すかに関しましては、あの前回の部会の中で、あの福島県立大学 の担当の方から、まあ、次回の部会で出せる範囲で出したいというような旨の発言がございました。はい、あの木村先生、急に振って申し訳ありませんが、まあ、今のちょっと甲状腺がん の、あのステージがあの子どもの場合とてもこれ私も早いと思うんですけれど、そのあたりも含めてちょっとコメントをお願いします。はい、あ、独協医科大学の木村です。これ僕自身があのお医者様ではないので、そういう医師の立場のコメントではなくて、研究者としてのコメントで言わせていただきます。で、研究者というどういうところで研究するかというと、チェルノブイリです。でベラルーシがメインでやっておりますが、まずベラルーシで、この状況を環境省さんが、比較されているような、こういったデータを私自身も解析して、実はこの1月にも1月の4日にベラルーシで、議論してまいりました。でその結果、彼らの答えとしては、専門会が含め専門会の先生方で議論した結果、これはやはり多発してると、うん、明らかに多発してるし、で、進行性について、おっしゃられると、中にはあの進行性が遅いだとか、そういったことをよく言われるけれども、これ原発事故を起因とした、この原発で放射線による被曝によって発症するがんと、一般的な出てくるがん年齢になってきたら、何人かに1人が出てくるというようながん、まあ、誇発性と僕らは言うんですが、この誇発性のがんと比べてみても明らかに早いんだと。チェルノブイリでは明らかにこれ早くて、こういった状況が見たらすぐに直ちに手術をしなければならないんだっていうふうにおっしゃるわけですよ。だからこれを経過観察って言って、経過観察をさせることによると、やはりその経過観察をしている間に、千葉さんがおっしゃってたように進行が進んでくるということは当然出てきます。だから僕は直ちにやるべきであり、かつ、これはいい悪い含めて言いますが、チェルノブイリの原発事故の時の甲状腺の摘出っていうのは、基本的に全摘でございます。で、全摘にしてしまうと、もちろん甲状腺ホルモンを一生飲み続けないといけないというリスクは生じます。ただし再発っていうことっていうか、転移とか、まあ、そういったもののリスクは減ってくるわけですよね。だから、そこは致し返しのところはありますが、当事者となってしまえば2度3度とそういうふうな恐怖を抱えてっていうことに対しての気持ちを察すれば、僕はやっぱり治療法自身もやっぱり、検討していただけなければならないのかなっていうふうには私は思っております。まあ、こういったように、で進行速度についても非常に私は早いと思っておりますので、こういった一般のがんを、被曝による甲状腺がんを見たことのない人たちがああでもないこうでもないと議論をすること自身が僕はおかしくて、それだったらチェルノブイリの関係者のお医者様ってたくさんいらっしゃるし、もちろん、広島長崎っていうそういう方々を見られた、まあ、だいぶもう亡くなられましたが、そういうような
意見をきちんと上げて通常例の甲状腺がんの議論だけをしていくということ自身がまずもって僕はおかしいと思います。改めてよく分かりましたので、もうちょっと勉強した上でまたコメントができればさせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ、飯田さん最後のまとめをお願いいたします。すみません、ちょっと私遅れてきたので、もう、散々議論されたと思うんですけど、まあ、この問題は本当に、なんていうかですね、複雑骨折しているというか、まあ、非常にデリケートな問題であるがゆえに、福島の中でもその、まあ、複雑骨折してますが、ただ前提が明らかにですね、なんていうかですね、こういうふうに例えていいのかどうか分かりませんが、盛りかけと非常によく似ていて、明らかにここが原因なんだけど原因じゃないっていうことを前提にして他のことを組み立てようとするから非常に無理があるというのを構造が非常に似ていて、今でも私よく覚えてるんですが、311起きて1ヶ月後ぐらいに、原発に関してはもうほとんど今誰もですね、少なくとも原発は減らしていく、その減らし方を即時か再稼働かっていうふうにもう論陣が変わってきていますけど、放射能の問題は本当に複雑で、複雑というか本当は予防原則に立てばやることは、あと人間の立場に立てばシンプルなんですが、構造が複雑になっていて、さっきの話戻ると1ヶ月後ぐらいにですね、1ヶ月も経ってないな、4月の初めぐらいにですね、びっくりしたのは官邸のホームページに、まあ、当時は菅さんなんかでしたが、いきなりですねチェルノブイリはほとんど影響がありませんでしたっていうのがドドドッとホームページに出てですね、いきなり放射能村の人はこういうことをやるのかっていうふうに私は見てびっくりしたんですが、そんなことを言ってる時じゃないだろうと。でそうするとやはり、福島はチェルノブイリに比べて非常に放射能の放出量が少ないんだと、そして福島はこの甲状腺がんは、福島原発の影響は非常に考えられないんだっていうふうに、まあ、畳みかけるようにこう来てるわけですね。でそのもう明らかに放射能の影響を減らそうということありきでいろんなものを組み立てられている、非常にそういう力学が働いていて、でそれとその地域の人間関係とか、福島県はこう人口を減らしたくないとか、いろんなものがこう複雑骨折して、風評被害っていう言葉がこう報じていると。で、まあ、被爆の問題に加えて、あと放射線レベルも初めて今福島の避難基準がというか帰還基準が20ミリシーベルトとかですね、私も放射線第一種主任技術者ですが、20ミリシーベルトというのは管理区域の基準でですね、しかも福島は管理区域でも外部被曝だけの管理区域なんですが、福島内部被曝のリスクもある中でのそういう高いレベルが、本来であれば短期間の異常事態の臨時基準がずっと沿用されているであるとかですね、非常にその異常事態が未だに続いていることがすごく、つい先週も福島でいろいろ中間貯蔵施設とかいろいろ中を拝見させていただいたりとかですね、その異常事態の中でそれが変に日常化されていると。でこの検査も非常に限定的で、福島だけ、甲状腺だけ、若者だけっていうことで、本当は全てその外側、福島県の外も甲状腺がん以外のいろんな検査も、そして実は成人もきちんとやらなきゃいけないというようなことがですね、きちんと科学的に、やらなきゃいけないことが全てこうその複雑骨折して、しかももう、放射能の影響は、まあ、できるだけ原発のそこの影響ではないんだという、その、前提条件の中で推し進められているという構造なのかなというふうに思います。で、放射能の影響が実は人間にはあまりないんだっていうことが原子力を維持させる、一番その根源になってしまうので、もしそれが影響がなければ核廃棄物どこで廃棄しても良くなってしまうというような話なので、でも人類がこれまでキュリー夫人から原子力の今の放射線の利用まで積み重ねてきたのは、放射線はやっぱり人類人体にリスクがあるんだということで、安全基準はどん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 厳しくなってきたという、その歴史を踏まえてやっぱりきちんと健康影響を含めて
日本は先進国で、本来公文書を改ざんするような国ではないので、あのやっぱそこをきちんとデータを積み重ねる真っ当なあの政府と、政治に戻らないといけないんじゃないかというふうに思っています。はい、対象公社のまとめをありがとうございます。では今日ちょっとあの10分弱伸びてしまいましたが、大変中身のあるあのご議論をいただきましてありがとうございます。課題もいただきましたので、みんなで頑張ってやっていきたいと思います。本日はありがとうございました。終わらせていただきます。